謎の OL 近さんの一人野球をやっていくんですけども、イメージあっすごい、皆さんこんにちは、野球1丸坊です。ゆっこです。よろしくお願いします。バー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 。オードリー・ボールパークさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。貸し切らせていただいてるんですけど、あいにくの台風なんですけど、まあ、でもほぼのね、あの全国の人が野球中心になってると思うんですけど、僕たちはここでやります。ね、今回もね、ゲストの子を呼んでます。呼んでいきましょうか。はい。チカちゃん、カモーン、はい、お名前お願いします。お願いします。チカです。よろしくお願いします。ユニフォームがジャイアンツ。これ誰かの？いや、レプリカです。あ、チカちゃんは何者なんですか？ただの会社員です、はい、今回はですね、この謎の OL チカちゃんと一緒に野球やっていくんですけども、なんかグローブ見た感じ、 Z のね、この古い使い古したこのグローブを持ってるんですけど、野球をされてた。小学生の時にやってたんですけど、これは友達からもらいました。なるほど。少年野球経験があるっていう。そうです、1年だけなんです。はいはいはい、はい、小3、あ、4、5かな。小4、5で、そこから中学校はバレーボール6年間、そこから高校までやってました。おー、僕も見てないな。そうですね、見ましたで、これだからね、あの実はチカちゃんね、あのツイッターから、なんかある動画が届きました。はい、一人の女の子がめちゃめちゃ豪快なフォームでストラックアウトをしてる映像が送られてきて、お父さん見てくださいみたいなね、それが始まりで、ぜひコラボお願いしますと言うて。野球どんぐらいぶりですか？ちゃんとやるのは13年ぶりくらいです。あ、ちょっと年齢バレるまだ23歳。向こうでピッチャーが不足してるんで、あのフォームを見たら、まだゆこちゃん見せてないんですけど、あのフォームを見たらピッチャーやってほしいなっていう。なります。そうなるから、まあ、あの久しぶりの、ね、野球を、打って守って投げてもらって、で、まあ、調子が良ければ僕たち対戦してもらおう。一緒に今日は雨ですけど楽しんでいきましょう。はい、それでは動画をご覧ください。よろしく。緊張してる？めっちゃ緊張してます。大丈夫だよ。震えてます。泣き出るかするよ。あー、なるほどね。調子どうすか？調子ですか？調子とかね、今日野球だから今日気合入れてきて、まあ、昨日ね優勝したしね、金メダル取ったしね、オリンピック優勝したんで、もう今日はテンション上げていこう。めっちゃテンション高かったな。え、なんていうチーム入ってたの？小学校、ヤング東京っていう少年、多分もう今ないんですけど。あ、そうなんだ。はい、ヤング東京、ない。あー、引きやばい。すごいですね。誰のポジションは？リベロやってました。リベロ、あれ、守備だけ。よし、じゃあ柔軟性チェック。勝った。あー、高いかも。え、あ、こっちはなんか、あー、いいよ。ここはいけるタイプ。でもピクピクはしてます。痛い、もう。いいね。はい、向こうさん。いや、もう俺負けた。はい、向こうさん。向こうずし知ってる？知ってます。友達が、向こうず入ってみなよみたいなのを去年ぐらいにキャッチボールしてる時に言われて、で、調べたのがきっかけです。ああ、で、あ、女子めっちゃいるやんみたいな。で、そうで、で、なんかその動画で、対戦相手最近来ないからなみたいな、募集してますって言ったらコメントしたんですよ。はい。しなりがいいね。ねえ、肩強いんじゃね？肩強くない？肩強くない？高校の時ソフトボール投げ47とかだった。私最高32とかだったかも、小学校。ちょっとね、力強いです球、マジで。目。いやいや。全然大丈夫よ。あの室内練習場からどんどんボードして。あの感じで。そうそうそう。ついにピッチャー候補が現れた。そう。Yes!
やったことなくて、しかも13年ぶりで、多分鍛えたらやばくないですか？やばそう。バッティングもね、いけるんですかね、どうなのかなっていう、はい、いやちょっとね、強いね。いやあのこれあのめっちゃ久しぶりだから、あの多分まだ感覚がちょっとあれなんだけど、地肩があるね。しまってんの。こっからプッっていう感じで脱力。そう、なんかすごいピュッ、ここが強い。まあまあ映像で多分見た方が分かるんですけど。あーまあそうね。あの子マジでそうしたよ。右の、うん、小4小5しか野球やってなくて、やばいやろ。あの球なかなかおらん。ダイヤの原石来たね、磨こう。じゃあ次ちょっとバッティングを見ていこう。え、それバテ買って持ってんの？いや、昨日友達に明日野球やるんだよねって言ったら、うん、持ってけって貸してくれました。いや、いい友達持ってんな。ちょっとなんか全然野球しなさそうな見た目からさ、なんか投げて打ってさ、ちょっとしかもアンダーアーマーやし、そしてここが、うん、一回合わせてみて、1、え？いや、触れてるよ。今日のために練習してた。マジで一度じゃない。13年ぶりとは思えない。やばいよ。すごい。フォアフルすぎるやろ。状態いいよ。ちょっと疲れてる。休憩する。休憩する。すごいよ。なんかね、瞬発力があるね。投げるにしても。とあと振る時もフッっていうさ、これなんかバレーで鍛えられたの、体幹とかさ、なんかあともうずっとプロ野球のパリーグ TV 見てるんで、イメージだけはすごい。それ具現ができるのはすごいわ。イメージだけは。ここの辺で一緒にいけだけじゃないんだよってね。そうそう、見たことある動画？あります。ある？マジで向こうさんのチャンネルは見なかった。確かにやばいよね。普通今ここないですって。やばかったよ。ないわ。あ、じゃあ見たことない。打撃は打撃シーンだってあんま最近見せなかったけどさ、初めて見るんでしょ。初めて見ます。余裕こいてるわあいつ。ちょっと不安がってるよ。え、向こうさんぶっちゃけどうなの？見てないで、ね、最初の初期の頃から動画。まあまあ見てんで、頑張って。わかりました。お願いします。おお。裏側も独特すぎない？チラッとお腹見えるんだよな。知らんだけ、俺のスイング。イメージね。パリーグ TV の選手たちより俺の方が飛ばす可能性ある。井上誠也とか、中村武也より多分飛ばすから。すごいですね。実はちゃんとやればこれイメージしてちょっと見てみて。はい、OK、 今のそうちょっとフライ打つイメージ。フライ、はい、そう、惜しい、いいよ。そういい打つ瞬間に、はし、来た、お前らしてんの、お前らバレーの人。そうです。あ、うん、おいい。かわいい、なんか。あ、あとで癒された。かわいいよね。癒されたふーんって。ラスト思いっきり、おーい、かわいくない？かわいい、かわいいね。
糞が可愛いちゃうけど、いやこの後ねちょっとマシンで打ってほしくない。おおいい、せっかくやっぱオードリーにマシンいっぱいあるから、今からマシン打ちですね。はい、あのどんどん打ってもらって頑張って、はい、行こうか。よし、でも触れてるよ、強い球投げれるし強く触れるから、あとはコツはちょっと今度は向こうがみっちりバッティングセンターで指導します、はい、よしじゃあこの後投げよう、はい、ちょっとね、前期ストレート勝負ストレート勝負で